このチャンネルを見てる人たち、うん、視聴者の方、どんな方が多いかっていうのをちょっと調査したんですけど。まあ、そりゃ、やっぱ、ねえ、やっぱ10代、20代の若か可愛いか、やっぱ女性が多かってなかった。ちょっと発表していいですか？はい、どうぞ。まず男性と女性の比率で言うとですね。うん、はい。男性 85%。うん、男が見らんちゃよかって、もう。まあまあまあ、でも分けはね。10代の分けは、やっぱ中学生とか小学生とか見てもらうと、それは嬉しかったよね。おばちゃん。はい。ほぼ40代です。40代。ポケモンの映画がですね、上映されるんですけども。あ、そぎゃん。はい。それを映画のキャンペーンとしまして、ああポケモンとガリガリ君がコラボしております。しかもですね、このアイスなんと、ああごく稀に、うん、当たりが入ってまして、はあ、当たりが出ると、ポケモンカードゲームでガリガリ君とのコラボカードが当たります。わかった、あたの考えてることが。はい。またもう、単細胞だけどね。分かったよ。何ですか？これで、当たり場引いて、うん、このコラボカード場、うん、視聴者プレゼントしようと思ってると。いいっすねいいっすねじゃなかったそれは子供からのファン相場得ようとしよると、賛成。今から、全部食べてもらいたいなと思ってます。42本。じゃあ早速食べていきましょう。はい、わかりました。さあじゃあ開けようかね。ピカチュウちゃんのね。ピカチュウちゃんか。あ、ちなみに当たりがですね。はい。これです。あ、これが出てくるとガリポケモンカード当たり。はあ。こっから出ればばばもう。じゃあもしかしたらば、はい、1本目でこれ出たらもうそれで終わりたい。ジャニアとあんたは私は近くかびんだけんね、あんた。あやつかもそれは何本もバカンゴシ食えるか、女の子って。ピカチュウかアルチュウか知らんばってね。おおお、入っと入っと。行さん入っとらすばい。よいしょ。ほら、贅沢かね。美味しそうね。でも、あのね、私の一番、実は、好きな果物、パイントで、はい。じゃあ早速ね、美味しくいただきましょうかね。言うても私、こんなことアイス好きだけどね。ああ、本当ですか？よかった。パイントか。ほらー、うまかよ、絶対。いただきます。しかも、パイン、なんだ？果汁 33% って。中途半端。はい、ガット。果汁 33% もあるってよ。美味しかばーい、これ。この時点で、当たりか外れか分かってて、にゃーって。はい、1本。美味しかったー。さあ、2本目。マジで？いや、マジで。マジで？まだ1本。ただのおやつじゃん。アイスは一日一本まで習ったろ。食べ過ぎたらいかんとかい。ガリガリ君シリーズってさ、ほんと頑張っとると思う。頑張っとると思う、うんうん、まあ長いですね。長いって。うん。入っとっと。これせめて7本入っとっとだけんたい。うん ?6 本 ?6 本か。一本だったらやっぱ一箱一本当たって欲しかよね。いや、ほんとですね。ね。確率知りたいよね。ね、どうする千分の一とかだったら。絶望的な。三本目は外れ。外れ。だいたいこのカード、一等、いると。もちろん。見て、このガリガリ君のこの技。見える？ガリガリかじる。
あ、頭がキーンとだったらこの技は失敗って感じ。頭がキーンとだったらこの技失敗ばい。いるこのカード。いるいる。なんだこら。まちゃん。え？4本目。ちょっと人が面白トークでも終わらせようって言ったら。次こそですね。秋だね。おっ、あたり。はい、次。いた。はい。そう、一回止めた。いやいや。もうあの、あればい？無理ばい？っていうか、無理ばい？もうグリップが出るもん。水なのにお腹に溜まるんだね。7本目。あ、8本目。あ、はい。ナイス。もしこれ、取れとらんかったら、撃ち殺すけん。あ、おばあちゃん、間違って消えましたって。これで一回、停止を押して消しとけよ。とりあえず再生ボタン押し直しとけ。9本目。はい。はい。はい。ない。な、どんくらいの確率なのか。寒か。寒いっす。下がる、体温の。ま、なんだよ、アウトね。12本目。
7箱目のラスト42本目、これで当てたら、これはちょっともうこれ100万回、これやらせなしだけどね。本当に。ドキュメント、今数えても4日間、これ41分ある。ね。もし当たったら、そらもうみんなチャンネル登録お願いします。最後の一本かと思うと名残惜しい気もするね。美味しい。美味しい、うん。長かったっすね。長かったね。子供の頃は思い出すね。まあ、あの頃は、織田信長さんが刀狩りとかしよったけどね。いや、もうそれ、豊臣秀吉ですし。もう次の一口で分かるね。いやこれ、いや払ってくれ、当たってくれ。ちょっとアップでいきますか。ほんと当ててください。はい、いきます。お願いします。